えっと、今ですね、ドイツに、えー、来ておりましてですね、本当にもう長旅だったんですけども、今日はね、本編の方でもその辺の話をしようかなと思っているんですが、あーまあいろんなことありました。まずはですね、成田空港ですね、夜の、あれ何時ぐらいに着いたのかな ?7 時半とか、それぐらいに着いてですね、夜ね、あの、成田を出るっていう便だったので、確か夜の7時半ぐらいに成田空港着いたんですけれども、 まあね、あのコロナの影響が、えー、ガッチガチに出ておりましてですね、えー、自分が取っていた航空会社のですね、ラウンジが使えないっていうことが、えー、そこで発覚して、でね、どうなるかっていうとですね、ラウンジが使えないとですね、その航空会社の方がですね、成田空港で使えるですね、3000円のですね、 お買い物券を、ええー、と、くれるんですよ。で、これで、まあ、成田空港内で、あの、ご飯とか食べてください、みたいなことを、まあ、言ってくださって、あ、これありがたいなと思うんですけれども、あのー、夜7時半とかにはですね、お店がもう閉まるんですよ。ラストオーダーとかなんですよ。ただでさえですね、今、成田空港ってお店ほとんど空いてないんですよ、このコロナ禍で。で、空いている数少ない飲食店のラストオーダーが7時半とかなので、まあ、要するにですね、3000円のお買い物券をもらったはいいが、 使う場所がないっていうところなんですね。これぜひね、えっ、ー、と皆さん今ね、成田空港行かれる方はですね、夜ちょっと成田で食っていこうかなって考えるのはちょっと気をつけた方がいいと思います。なかなかその、えっ、ー、と、使える場所がないので、お金ね、使える場所がないので。で、結局僕らはですね、マネージャーの田村とですね、その3000円券何に使おうかってなってですね、1階にあるですね、スタバに行くしかなかったんですね。で、田村はですね、その、 一階のスタバでですね、クッキーをですね、3000円分買いやがったんですよ。<laughs> そんないらんやろって言って、その、あんたクッキーそんな食ってるとこ見たことないぞって言ったんですけど、でももったいないからね。でもこれ使おうっていうことで、スタバで3000円分のクッキーを買ったんですよ。で、それを持ってですね、えっ、ー、と、日本を飛び立ったんですけども、これが後々ですね、大変な目に遭うんですよ。 まあね、大変だったんですよ、ドイツ。もう言ってったらもう長くなるんですけど、ドイツたどり着くまですっげえ大変だったんですよ。今もう、あのー、ほら、戦争中ですから、迂回していかなきゃいけないっていうことで、なんじゃかんじゃで24時間ぐらいかけてですね、ドイツまで着いてもうヘトヘトですよ。で、ドイツの駅だ。駅着きました。えー、なんとか中央駅みたいなところから、まあ僕たちが、えー、向かう先であるシュトゥ,トゥガルトみたいなところまで、電車で行こうということで、で、その中央駅でこう、電車の時間待ってたらですね、そのマネージャーの田村がですね、ちょっとあの、荷物見といて、 みたいな感じで、すぐ戻ってくるから、みたいな感じで、あの、どっか行きやがったんですよ。そんなことありますタレントに荷物版させて、なんかランチかなんかなんかホワイトソーセージ、白ソーセージみたいなの食ってきてました。僕はその間ですね、その荷物を見張らなきゃいけないんですよ。だ、だから、あの、ゴロゴロのカバンとか見張らなきゃいけないんですよ。僕トイレ行けないんですよ。僕がトイレ行っちゃったらこのカバン盗まれちゃうから。で、それだけならまだしもですね、あのー、まあ、中央駅ですから、物乞いの方が結構いらっしゃるんですね。 で、なんか子供をこうベビーカーで押しながら、なんか食べ物くださいみたいな、余ってたらくださいみたいなことすっげー言われるんですよ。で、それに関してはもうノーノーノーって言うんですけど、ノーノーノーって言ってて、でもやったら 声かけられるなにしても他にもね。あのー、駅で待ってる人はいるのにもかかわらず、やたら僕声かけられるなと思ったら俺何かっていうとですね。田村が成田空港で買った3000部のクッキーがもろ出しなんです。何もろ出しってもろに出てるんですよ。で、それをみんな見て物乞いの方がバーってきて食べ物くださいって言うんだけどで、僕ももう持ってない。持ってないって言うんですけどもう持ってるんですよ。 あるじゃん、そこになんですよ。あの成田空港の3000円のクッキーがここに来てね、ドイツでむちゃくちゃ足引っ張ってる。<laughs> むちゃくちゃ声かけられるぞ物恋の方に。でも、ない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 って言っても、やっぱ物恋の方は、ね、あのー、そのクッキーあるじゃんってなるから、すげえグイグイ来るんですよ。っていう1時間をタレントに刺すマネージャーって何 っていうクレームでございます。今日はですね、ちょっと、えー、日本から、えー、今ドイツに来ておりますんで、えー、この日本ドイツ間でどんなことが起きているのかみたいなお話をしていきたいと思います。というわけで、西野さんの朝礼、今日もよろしくお願いします。